ス劇場で初めてデビューします。オペラカプレッティとモンテーキ、私の役はジュリエッタです。あ、泣いた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  ありえないと思った。信じられない。なんで泣いたんですか？こういうチャンスはなかなかないと思う。とにかく特に外国人は主役もらうのは非常に珍しい。ほとんど日本人の歌を、日本の劇場で日本人の歌を。ジュリエッタ役の見どころ見どころって何ですか？オクアンテボルテ、有名なオペラアリア一幕にあります。ジュリエッタの全てキャラクターを分かる、すごく柔らかい綺麗なメロディー、ジュリエッタの若さ美しさを全部アリアに出てると思います。2021年11月14日、二世劇場で主役ジュリエッタで出演します。皆様ぜひお越しくださいませ。私は心よりお待ちしております。В цьому році, в листопаді, у мене буде дебют в Нісей опера. Я буду співати головну роль Джульєтти в опері Капулетті і Монтекі.
Для мене це велика честь, і я буду співати всією душою. Всім дякую. Ваша Оксана Степанюк.